市南駅前にある唐揚げ専門店鳥かじ。本店は宮崎市大塚町にあります。唐揚げに使われている鶏肉は新鮮な国産若鶏 100%、 大分県中津の醤油、ニンニクや生姜、数種類のスパイスが入った秘伝のタレにこだわっています。2019年にオープンした鶏かじはテイクアウトや配達のみですが、昼前や夕方には年齢問わず多くの人が注文に訪れます。やっぱりジューシーさですね。子供も唐揚げ好きなので手頃でいいかなと思います。人気ナンバーワンはチキン南蛮が入ったミックス弁当。リピート率ナンバーワン、唐揚げ弁当。では早速テイクアウトをしたので食べてみたいと思います。いただきます。すごい、こんな大きいんですよ、うん、思ったよりニンニクがきつくないので、すごい抑えられていい具合にバランスが取れてます。冷めても美味しい。これ次から次にいっちゃいそうな、箸が進む唐揚げですね。美味しいです。肉がしっかり醤油に漬け込んであるので、後からきちんとこう口の中に味が広がってくるジューシーなお肉になってます。ぜひ一度こだわりの唐揚げを食べてみてはいかがでしょうか。お店へのアクセスはこちらです。次回のグル旅をお楽しみに。